モハメド・エル・モニルは、リビアのプロサッカー選手。ポジションは DF。アル・イテハド・トリポリの下部組織で育成され、2010から11シーズンにトップチームに昇格。2011年夏、セルビアの FK、ヤゴティナに移籍。2014年1月、古巣アル・イテハド・トリポリに復帰したが、半年後の8月28日付で、FK、ヤゴティナに帰還。2015年4月30日、ベラルーシの FC ディナモ・ミンスクに移籍。2017年1月16日、パルチザン・ベオグラードと3年契約を締結。2017年12月27日、MLS のオーランドシティ SC に移籍。2018年12月11日、ジョアン・モーティーニョとのトレードでロサンゼルス FC に移籍。2012年1月、フル代表デビュー前ながら、同年のアフリカネーションズカップ参加メンバーに選出された。しかし、試合に出場することなく、大会を終えた。同年6月、2014FIFA ワールドカップ、アフリカ予選を控え再び招集されたが、ここでも出番はなかった。そして10月14日のアルジェリア代表戦で、念願のリビア代表デビューを果たした。ユースプロ FK、ヤゴティナパルチザン。ベオグラードロサンゼルス FC。ありがとうございます。